高級バーガー食べてみた新シリーズ12球団お土産編。いや、今回は特別に福留孝介さんもご一緒していただけるということで、はい、オンエア終わりに本当にありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。また美味しいやつが食べれるんですよね。はい、もちろんでございます。はい、あれ、はい、前回美味しいって言わんかったよね。前回非常に美味しい。あ、ちょっとね、ちょっと。言ったっけ？いやいや、あれ美味しいものもあれば、うん、あれっていうね、うん。なんか普通ぐらいの感じの感想じゃなかったっけ？まあそうですね。あの、基本的にあんまりっていう感想だったような気がする。まあ、率直なご意見でお願いいたします。でもそう、それが本当の意見だもんね。まあそうですね、はい、嘘つけないで。そうそう、それ大事、ね、はい。第4弾中日ドラゴンズです。はい、商品名はトンピ革命&ドアラのキャンディーです。どうぞ。あ、匂いすごいいい匂いです。あ、来ましたね。うん、これは豚の皮の中で最も排気量の多いこの豚の皮ね、うん、は高タンパク低カロリーの栄養価を持つ食材なんですね。最高じゃないですか。はい、それをスパイシーなカレー味、うん、トンピって豚の皮って意味か。豚の皮って書いてトンピって。なるほどなるほど、なかなか食べる機会ねないですかね、トンピね。沖縄って書いてある。そう、沖縄、うん、沖縄限定なんですか。沖縄で購入してきたんですか、これはね。キャンプ地やからね、ちょっとそういうことね。そう、キャンプ地チャタンで。キャンプ地でチャタンで購入してまいりました。じゃあどうぞ。これキャンディーです。これはあれ、パン屋名にならへんの、大丈夫。パン屋名いや、でもパン屋名ってパンって書いてますよ。あ、パン屋名、パン屋名や、パン屋名あれじゃないの、あれやん、あれあれあれでしょ、あれやんこれあれのやつでしょあれのやつやん。でも一応中日なんでしょ。はい。あ、そうなんだ。はい、あれ、なんかいろんなことがちょっとね、難しいですね、これ。あれとは違います。あれとは違う、あれとは違う、あ、ちょっとあれよりサイズが大きいんですあれで通用してるところがすごいよねどうぞ、言ってください。あ、じゃあ僕これいただきます。あ、いただきます。どんな味なの初めて、初めて。いい音するね。うん、あ、ほんとだ。うん、なにこれ、カレー味。はいはい、まあ、あれ、まあ、カレー味。ちょっと姉さんが食べてからどうぞ。あ、すいません、スパイシーなカレー味ですよ。うんうん、ね、うんうん、うん、何の合唱やねこれいや、あの、カレー味って、まあ、匂いもカレーもするんですけど、うん、なんすかなんか噛んでいくと、なんだろう、味が消えていく。そう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 、もうちょっと残してほしいよね。うん、だからなんかちょっと噛んでいくと味が消えていくし、このトンピって皮感もよくはちょっと分かりづらいかな。皮感はないよね、どっちかって言ったら。すごい音するね、でもこれねなんかあのパスタを揚げた方がですね、このカッパイですね、じゃない、あの、ね、何やったっけ、ね、ベビー何やったっけ、ベビースターはいはい、ベビースター分かります。あ、分かります何、俺なんか変なこと言ったいや、今こっちの2人はちょっとおしゃれなのパスタをこう揚げたやつの話をちょっとしてたんですけどおい、関西人バカにすんなよ、そういうの関西人やんけ。あ、ちゃう、いや、僕九州です、九州もっとあれですね、うん、こう味が、香りはいいんだけどね、うん、もう少し強くてもよかったかな、うん、ここまでするんであれば、うん、なんかパッとしない感想ですね、うん、嬉しそうですねそんなに嬉しそうに言いますなんか落とそうとしてる。違います。次はぜひお持ち帰りくださいあ、味が2種類ある、シークワーサー。あ、本当だパインとシークワーサー、はい、こっち味が2種類。ええええ大丈夫姉さん、そんなにでした姉さん大丈夫姉さんそんなにこのかけらが詰まったんだ、刺さっちゃった。姉さん、パインシークワーサーと普通のパインとありますけど、どっちですか。
シークワーサーどうですか。俺はパインの方。僕シークワーサー。結構大きいですねこれ。だからやっぱりあれのあれよりあれのあれよりもなんか平べったいよね、うん、あれってもうちょっとちっちゃくて丸いよね。これもそうなんですけど、そんなシークワーサーの味しないあれ俺味覚おかしいしますします。なんかしたお前いやあ、ちょっと聞いてください。これ舐め進めると味が濃くなってきます。そう、真ん中辺がちょっと結構シークワーサーの味違うか。なんか2人がシークワーサーシークワーサー言うから俺パイン舐めてるけど味がシークワーサーになってそう思って食べるとどっちにでもなるってことですよね。なんとやるとでは、はい、採点お願いします。中日ドラゴンズトンピ&ドアラのキャンディーでした。え、これは何、俺のコウスケの意見でいいの。あ、両方の意見、両方の意見、両方の意見ですね。両方ね、せーので言おうよ。いいっすよ数字。まあまあそれはもうちゃんと、はい、正直です、正直です、はい、嘘ダメですよ、嘘ダメ、はい、せーの3 1 1 1。まだ用意してたのに僕はちょっともうちょっとこのトンピの方もう少しこう足があってもよかったなと思ったんでちょっと1とか2はつけづらいよ。いやいや、だから僕がつけてるんですよ上原さんの代わりに。 OK、 はい、そうですね、はい、って言っても3も一番下になっちゃうよね。はい、ね、いやでもだってトンピのこの食べたら、うん、姉さん喉やられましたからね。違う違う、そんな関係ない。ほんとだ、ほんとだ、はい、私はそう、姉さんの敵。じゃあ2、じゃあ2福留さんはあっぱれ1つということでした。はい、はい、今日もごちそうさまでした。耳に入れろって言ったのに。なんかデジャブだこれ。